しっとりとした食パンに挟まれたたっぷりの卵、卵があふれるほど入った卵サンドが人気の札幌北区にあるサンドリアトンデン店です。すべて手作りで食事系からスイーツ系までおよそ30種類取り揃えています。一番人気のダブルエッグは一袋で卵1個以上を使用しています。この具材の贅沢さも魅力です。サンドリアでは卵を使ったサンドイッチが人気で、トンデン店では多い日で900個ほどの卵を使っています。ほとんどうちで売れてる商品というのが、はい、あの卵を使った、サンドになるので、そういった部分では全部、はい、確保する方も今、はい、卵屋さんと話し合いながら減らさずに値段も、はい、変えずにそのまま行きたいと思ってまして。こちらでは物価の高騰の影響で去年9月には多くの商品で20円から30円の値上げを余儀なくされました。厳しい状況ですが、知恵を絞り短期間での再値上げだけは避けたいとしています。今卵の高騰も全部が今高騰してるんですよ。でもそれでもなんとか企業としてはまだやれることは多分あると思うので、みんなでアイデア出し合いながら値段を変えずに、はい、やっていければなと思ってます。高値が続く卵、 JA 全農卵によりますと、卵の相場は1キロ335円、1年前の2月の平均卸売価格1キロ175円と比べると2倍近くになっています。こちらは札幌東区にあるマルコストア東内部店。こちらのスーパー、レジに並んでいる方々のカゴを見ると、ほぼ全員の方が卵を買っています。この日は開店当初から18年間続いている毎週日曜日週に一度の卵の特売の日です。1000円以上買い物をした人限定で L サイズからの卵を1パック98円で買えるというもの。訪れた人は積み上げられた卵のパックの山から次々と手に取っていきます。助かりますよね。これ L サイズで安いのここかなと思って。100円以外の卵ってないでしょ。1回に行けば間違いなく。こちらの店では卵の高騰前は通常1パック158円で販売していたのが、今では275円とおよそ 1.7 倍に。かなり厳しいですね。昨年とかよりもやっぱり赤字額がちょっと倍になってしまっているので、他の商品、やっぱり野菜とか魚とかお肉とか、その辺を一緒に買っていただいて、1000円以上というね限定もつけさせていただいてますんで、ちょっとそれでやりくりさせていただいてますね。週に一度の卵の特売はできる限り続けたいとしています。一方、スーパーの売り場では別な商品にも影響が出ていました。調理済みのおでんが姿を消すというのです。メーカーによりますと、卵の確保ができず季節物の商品ということもあり、緊急休売になるといいます。ではこの卵の値上げはいつまで続くのか。日本養鶏協会によりますと、今後の鳥インフルエンザの発生状況がポイントになるといいます。いつになったら下がるっていうことを今日の時点で言うのはなかなか難しく、必ず改善してはいくんだけれども、新規の発生分がまた出ればその分が帳消しになっていきますので、今後の追加の発生がどこまでの抑えられるのか、ここに全てがかかっているんだろうと考えております。